スーパークラス参戦になりましたけど1年間、終わりました、今日の試合と1年間いかがだったでしょう。今日の試合はグリップも良くて豪快で楽しめました。久しぶりになんかグリップの大会を走らせてもらったから楽しかったですね。第8とか2ラップともクリーンして、そうですね、なんかトップの人も何人か落ちてるみたいで、バイクがいいから行くんですかね昨日いっぱい良くしてもらったので、ベータモータージャパンの人には感謝してます。じゃ今日は楽しいか、はい、1年間はいかがだったでしょう。そうですね、台風とか雨上がりとか、ちょっと苦しい戦いが僕の最も嫌いな大会が多かったから、それさえなければもっと楽しめたと思うんですけど、でもちょっとやっぱ30超えてからスーパーにもう一回戻るっていうのはやっぱきついですね。テクニックも体力もだと思います。来年はどんな風になるでしょう。来年はとりあえず辞めてチーム員のサポートをするか感染かですねまだ分かんないです。じゃあまたでも どこかで、はいはい、日本に現れますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。1年間ありがとうございます。ありがとうございました。